が出てくるなんて。ヘブンズドア、この鼓動を本にしろ。今初めて自分のスタンドを出したようだった。能力、ジャンケンに勝つと相手のエネルギーが僕のものになる。ただし5回勝負だ。3回勝たなくては全部奪えない。5回勝負だと。何？逃れたと思っているようだけど、あんたのスタンドは3分の1すでに取り込んだんだぜ。右腕がない。ヘブンズドアの3分の1は僕が動かせるんだ。小僧、あと2回勝てばあんたの能力が全て手に入る。この小僧、図に乗りやがって。どうやらヘブンズドアの右腕を取り戻すにはじゃんけんして勝たなきゃならないらしいな。いいだろう。くっつー、行くぞ。じゃーんけん、ほい。なに、それじゃあ。なんて精神力だ。負ける気がしないぞ。あーい、こうね。あ、膝の力か。なんだ、今までのフォームと違うぞ。しまった。悪運のグーではないらしいな。ちょっと、そこのおじいさん。ねえ、ロハン先生、多分あの二人もスタンド使いでしょ。そうでしょ、感じるんだ。運試しですよ。僕に運がなくなっているのなら二人はここへ来る。ありゃロハンじゃねえかよ。俺あいつ嫌いなんすよ。ん？あの子供、多分あれは彼のファンのようじゃの。また今度の。僕の3勝2敗だな。お前は悪運のグーだ。強運はさっきジョセフ・ジョースターと共にこの岸辺露伴のところにやってきたんだよ。透明の赤ちゃん。お前は自分の強運だけを頼った。僕は自分の力で運を変えた。うるさいぞ露伴、僕に近寄るな。そうすればこの赤ん坊には何もしない。はいはいはい。うわー、カンカンカン、出ない。こうやって死んだ方がマシだ。完全敗北だ。おーい、ロハン君。あ、赤ちゃん見なかったかの。やばい。いないぞ。おい、どこだ。すっとぼけて一緒に探そう。どこだ、どこにいるんだ。じゃんけん小僧、本名大柳健、スタンド名ボーイツーマン、サイキック可能、ほっぺの穴なぜ